文学、芸術などで活躍した武者小路実篤。ここ調布で1976年に亡くなるまで晩年の20年間を過ごしました。実篤は原稿や書簡など筆と墨で書いた様々な書を残しています。30代までは文章や言葉を伝える手段としての意識が書に強く現れ、書画を書き始めた40代頃からは作品として見せる書風へと変化していきました。今回の企画展では実篤の書を年代別に追い、実篤の書くことへの意識の変容を探っています。このほか実篤が愛蔵した書や書画道具も特集し、実篤流の書の見方、愛し方を紹介しています。それでは学芸員の石井さんに今回の展示の見どころを伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さまざまな作品が並んでいますが、はい、こちらにはどういったものが並んでいるんですか？はい、こちらは30代の実篤の書、でこちらが40〜50代の実篤の書を展示しております。こちらが30代、はい、ということなんですね。嵐という、実篤の詩の作品を、書にしたものになります。見た感じ同じような作風といいますか、はい、変化があまりわからないんですが、はい、違いはあるんでしょうか？はい、違いといいますと、こちらの実篤の書は少し丸みを帯びていて、筆で書いているというよりは、ペンで書いているというイメージで、対してこちらの、通し十編という作品をご覧いただきますと、はい、右上がりでかつ止め跳ね払いがしっかり、しております。なのでかなり筆で書こうという意識がとても強くなっております。こうして比較してみると本当にはっきりと違いがありますよね。はい、どうしてここまでこう書き方が変わっているんでしょうか？はい、実は実篤は40代頃から筆と墨を使って絵を描き始めたんですね。その絵を描き始めたというところから、作品を、美しく、より美しく描こうという意識が、文字にも現れたのではないかなと思います。こちらにはどんな作品が展示してあるんでしょうか？はい、こちらには60代から80代までの実篤の書が、展示されております。先ほどまでと本当に全く違いますね。はい、やっぱり作品として、書いていこうという意識と実力が、こう技術が伴ってきたところなので、本当に見応えがある作品たちばかりですね。もう一方という詩が、実篤の詩が書かれているんですけれども、なんか不思議だなって思った点はございますか？見た感じはもう不自然なところはないのかなって思うんですけど、はい、あそこで行を変えるのかなっていうのがちょっと違和感はありました。そうですよね、歩だけが開業されているっていうところがすごく面白いなと思います。想像の範疇ではあるんですけれども、やっぱり実篤は、文学者としての側面も持っているので、原稿用紙に書くような要領で開業したのではないかなというふうに思います。とってもユニークですね。うん、本当に。こちらのエリアにはどんなものが展示されているんですか？はい、こちらは、実篤の最晩年の書が、展示されております。先ほどのとこう見てみると、力強さはありつつも、また少し雰囲気が違うような印象を受けます。はい、そうですね、こちらの最晩年の書を見ていただくと、とても柔らかくて温かい印象を受けると思います。筆のこう強さがよりこう柔らかい感じがしますね。はい、その理由としましては、
の写真をご覧いただくと少し寝せて書いていますね。で、60代から80代ぐらいまでは筆を剣腕直筆といって垂直に立てて書くっていう書き方をしていたんですが、この時の実篤はとてもこう腕を支える力がちょっと弱くなってきてしまって、筆の腹で書くことによってまた柔らかい印象の線が生まれたということです。なるほど、こう書体にも本当にはっきりと現れていますね。はい、石井さん、今日は実篤の書の見どころをたくさん教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。とても面白かったです。あ、よかったです。本当に今回の展示はいつまでやっているんでしょうか。はい、今回の展示は2月の25日まで行っております。ぜひたくさんの方に来ていただいて実篤の書を楽しんでいただきたいですね。はい、ぜひ皆さんお越しください。